こんにちは。センター CLR のビデオメイキングアーカイブ IL2C の第36回を始めたいと思います。音声入ってるよね？入ってるね。はい、大丈夫ですね。はい、では、前回までで、スタティックなフィールド、スタティックなメソッド、それからスタティックなインスタンスのフィールドまでやりましたね。バリュータイプについて。じゃあいよいよ、インスタンスメソッドを変換するっていうところを考えますが、これがね、結構重要なタスクですね。この後、参照型というかクラスですね。クラスをおそらく扱うことに取り組むと思うんですけど、まあその時の概念に近い形になるんじゃないかなと思ってます。もちろん向こうはね、さらにガベージコレクターとかそのあたりのをどう扱うかみたいなところまで踏み込まないといけないんですけど、まあそれのごくごく縮小されたこうベーシックな特にポインターの扱いですね。ディスポインターの扱いをどうするのかみたいなところが今回のポイントになると思います。じゃあ始めていきましょう。そしてそうですね、まずどんな C のコードが出てくるのかっていうことをちょっと考えてみますか。まず C シャープで書いた場合、パブリックストラクトポゲみたいな感じで、パブリック、まあパブリックじゃないかもしれないですけど、まあとりあえずパブリックでイントバリュー1と。これはまあインスタンスのフィールドですね。で、まあこれは前回できたというところで、で、今回は例えば、ゲットバリューみたいなインスタンスメソッドを用意します。まあちょっとひねりがないと面白くないんで、リターンの、this value 1足す1。つまり、このフィールドですね。フィールドの内容に1を足した値を返すみたいな、こんな構造体の定義があったとします。で、これを C のソースコードとして出力する。どうなるかというと、まず構造体の宣言は必要ですね。これは前回やりました。このフィールドを持たせるやつ、まあ、一応書いてみますね。タイプデフストラクト、ちょっと名前空間とか省略します。で、イントサニーティのバリュー1と。そうですね。で、構造体はメソッドのメンバー持てないですね。フィールドだけですね、対応するものは。なので構造体の定義としては以上になります。こういう感じですね。じゃあこれはどうなるのかって話なんですが、これはね、グローバル関数にするしかないですね。でもそのままグローバル関数にすると名前が重複してしまうかもしれないので、名前のマングリングは導入します。つまりイントサニーキーの、マングリングしない、ポケアンダースコアゲットバリューこんな感じですかね。で、中が、リターンで、this value 1足す1。
1みたいな感じ。こういうメソッドですね。ここつまり今回やるのはこの定義を出力する感じになりますよね。ここはもっとこのボディはもっと複雑に なるんじゃないのみたいなのは見てて思ってるかもしれないです。もちろんその通りです。スタック操作が入りますよね、きっとね。足し算もあるので。なんですが、まあ、それは今までのその IL のその解析、C のソースへの変換で、多分、ほぼ問題なくいくでしょうと。決定的な問題があって、これですね。this。こっちの C シャープの方を見ると、this のインスタンスのバリュー1というフィールドにアクセスしてます。つまりこれはこいつを見てるわけですよね。でこれはインスタンスフィールドなので、このインスタンスの指定が必要ですよね。で対応するその C の、関数のことを考えるんですが、C の関数にはそもそも this というものはないですね。C++ にはありますね、this は。this 参照というか、this ポインターがありますね。で、それは、その C++ のその関数がメンバー関数、クラスのメンバー関数である場合に、そのメンバーの、インスタンスを指すものとして、this ポインターというのが使えます。なので、まあ、ここちょっと C++ 的に若干直すと、this、アロー演算子、バリュー1足す1と。こういう感じですよね。まあ、いずれにしてもですね、この this ポイントはじゃあ一体どこから来るのみたいな話なんですが、まあ、C にはとにかく C++ と違ってそもそもクラスというのがないので、これをどうにかして渡さないといけないんですね。でどうすんのみたいな話なんですが、その C の言語機能的なそういうものはないので、方法の一つとして考えられるのは、方法の一つとして考えられるのは引数に渡す。ここに その捕鯨構造体のポインターを指す形で、こういう名前の引数を1個受け取るようにします。こうしておけばここの部分はこう書き直せますね。リスの、バリュー1に1を足すみたいな感じに書き直すことができます。これ数が違いますね、構造体の、あ、構造体引数のここ、これ引数の数が0個です。だけどこっちは1個取りますね。この部分ですが、これは1個の引数を取ります、ディスポインターですというわけで、仮にですけど、これ IL2C がこう変換した後、この関数をC のソースコードから呼び出す場合は、明示的にその一番最初の引数としてディスのポインターに相当するものを渡してやる必要がありますね。まあでもこれはしょうがないですよね。まあ C 言語はクラスっていう考え方はないので、
こういうふうに渡すしかないですね。あのインスタンスメンバーとかそういう考え方がないので、これやる必要があります。で、これね、あの見てて、あの気がついた人もいるかもしれないですけど、ちょっと面白い法則があって、あの C シャープにはあの拡張メソッドというのがあるじゃないですか、ちょっといろいろ省略しますけど、パブリック、スタティック、例えばイント、ゲット、バリュー、まあ仮に2とかちょっと名前変えますけど2って変えて this OK、OK、みたいに書いてリターン OK のドットバリュー1足す1みたいに、拡張メソッドとして、ほぼ同じメソッドが書けますね。で、この場合って、使い方はほぼ getValue と一緒で、これが見えるような位置のその名前空間を using でインポートしてやる必要があるんですが、そうしておけば、まるでこの getValue と同じような感じで getValue2 の呼び出しができるっていうのはわかりますよね。でもその時って使う側の人たちはこの引数はまあ明示的に書かせることはできますけど、大抵は書かずに単にまるでそのホゲというこの構造体にこの getValue2 という引数のないメソッドを呼び出すかのように記述をすることができる。でもその時に渡されるホゲのインスタンスの参照はこんな感じで引数自動的に渡ってくる感じになりますね。引数が1個あるという状態になる。1個ある。ちょっと字が汚い。1個ありますね。これって、なんか似てると思わないですかね。引数1個取ります。そしてそこにその保険のインスタンスが渡ってくるイメージですね。で、C がもう同じですよね。ということで、まあ、実はですね、なんか、このインスタンスのメンバーメソッドというのは、まあ、砕けて書くと、まあ、こんなような感じに近いものになる。C 側には、インスタンスメソッドに相当するものがないので、なので、こういうふうに書かざるを得ない。で、ただそれは突飛なアイデアというわけではなくて、まあ実はなんか C シャープでいうところの拡張メソッドと同じような感じですよね、と。でね、これね、さらに面白いことに IL の世界でもそうなんですよ。IL で引数にアクセスするときはロードアーグっていうオプコードを使うんですけど、だいぶ前に私たちも実装しました。で、実はインスタンスが存在する場合でも、インスタンスがないスタディックを呼び出す場合で、例えばこういうふうに拡張メソッドの第一引数に、その対象となるクラスか構造体のインスタンスを渡す場合のどちらもやっぱりね、引数の最初にアクセスするときはロードアーグ0なんですよ。これこういうスタディックメンバーであれば割と IL 読んでても自然に思えるんですけど、実はインスタンスメンバーの方もロードアーグ0で、これ引数ないんですよ。定義としては引数ないけど、実はロードアーグ0にディスへの参照が渡ってくるんですよね。というわけで、中身の構造的意味、それから IL2C のその変換された C のソースコード的にも、実は第一引数にそのインスタンスへアクセスするための情報が渡ってくると考えるのが結構自然な形でもあります。まあ唯一そのこっちの C に変換された後の世界のことだけを考えると、このインスタンスメンバーにアクセスするためにはマングリングされた名前を使い、さらに
第一引数にその dis へのポインターを渡さなければいけないっていうところが、まあ使ってて分かりいいかどうかっていうところだけですね。まあでもね、例えば、Linux のようなまあ、Unix 系の OS とかのその API というかライブラリですね。ライブラリでもコードに抽象化されているものっていうのは大体こんな形になってるはずですね。OOP が導入される以前から設計されているその例えばファイルストリームですね。ファイルストリームの扱いとかファイル構造体を使うと思うんですけど、例えば、ファイルアスタ FP とかで例えば F オープンすると F オープンするとこの FP が得られてで、こいつらに対してリードとかライトとかやるときって F リード確かなんか引数を指定して最後に FP が来るんだったかな。なんかこんなような書き方をするんですけど、要するにこれが dis に相当するっていうことですね。これは内部的にそのファイル構造体を f オープンでアロケートした後、それをほじっておいて、そこに、さまざまな、ファイルにアクセスするためのそのハンドルの情報とかそういうのがこの構造体の中には入っている。で、f リードを呼び出すと、そいつのその構造体のポインターを渡すことで、その、個々にオープンされた別々のファイルを同時に扱ったりすることができる、いわゆるコンテキスト情報ですね。それがこのファイル構造体に入っていますと。なんだけど見方を変えれば、これはなんかファイルクラスみたいなものが実は存在すると仮定すれば、ディスポインターに相当するわけですね、この FP が。そう考えれば、まあ、あながち間違ってる、間違ってるというか突飛なアイディアというわけでもないということですね。なので基本的な戦略としてはこういうようなソースコードを出力する、まあ、特にこのあれですね、関数のシグネチャーとして第一引数に必ず dis を投入するというようなまあ決まり事として入れておけば、そうすれば後の変換についてはほぼ一緒ですよね、変換ロジックとしては。ただちょっとね、どうだったかあんまりはっきり覚えてないんですけど、こう C シャープで構造体に対して まあ、こういうインスタンスメソッドを定義して、でここでこういうふうに dis の参照を使ってフィールドにアクセスするような場合に IL の命令として どういうコードが落ちたかちょっと今現在ですけど自信がないです。というのは前回やった時にこれフィールドから値を取ってくるのってロードフィールド命令でオープコードで取ってきましてね、僕ねこれをロードフィールド A だと思ってたんですよ。だけど実際にはロードフィールドでロードして、でそこからこのフィールドに、あじゃない、ディスが表すものが何かってことですよね。ディスは、マネージ参照を渡しているのか、つまりこのディスは果たして、焦げ型なのか、スタックに積まれているのかなのか、それともホゲ自身か。ホゲ自身がスタックにプッシュされたら、多分それつまりホゲのインスタンスが丸ごとコピーされてるって話ですね。でこのあと、ロードフィールドオプコードでこのバリュー1にアクセスすると結果は一緒になると思うんですよ。格納するわけじゃなくて取得してくるので。でただその現在のロズリンがどちらのオプコードを出力するか、これこの dis に対して、
ホゲアンドなのかホゲなのかがちょっとわからないので、そこはIL スパイでちょっと見て確認して、でまあどっちでもいいよ、結果的にはうまくいくと思うんですけど、まあ一応その辺を確認して、でリストして成立するよねっていうのを確認してから、こっちにどう出力するかっていうのを考えましょうかね。これね、問題があるといえばあるかな。ここがこの話はこのリターン文のこの行をどう変換するかっていう話なんですよね。だけど関数のシグネチャーを決める場合、ここは多分ポインターで渡した方がいい、構造体へのポインターで渡した方がいい。なぜかというと、この関数のボディがここで渡された情報に対してただ単に参照するだけなのか、それともその参照された値を書き換えなければいけないのかわからないんですよね、どっちなのか。でロズリンが出力したコードを眺めれば、多分これがどう扱われているのかっていうのがはっきりするかな。特にこのゲットバリュー呼び出しているテストコード側の方を見ると、スタックに何を積んでいるのか、マネージ参照を積んでいるのか、それともこのホゲのインスタンス自身を積んでいるのかによって挙動が変わるような気がするので、先にそれを確認する必要があるかなと思います。もし必ずどんな時でもマネージ参照をスタックにプッシュしてからゲットバリューを呼んでるんであれば、シグネチャーと一致しますね。マネージ参照は今ポインターとして扱うような方針でやってるので、なのでこれでいいと。ところが単にホゲのコピーを渡しているとすると、これマネージ、その時にはポインターではなくってこう値渡しにした方がいいんじゃないかっていう気もちょっとするんですよね。値渡しにしてしまうと、今度ここはアロー演算子じゃなくてドットノーテートで、じゃあドットで区切られたメンバーの参照っていう風にしないといけないので、ここの中で参照するコードが全て変わってしまうということになるので、非常に面倒くさい話ですね。もしそうだったら、こう渡ってきたこれへのポインターを一旦先頭で生成して、そのエイリアスを使って全部アロー演算子でアクセスするみたいにした方が楽なのかもしれないですね。果たしてどっちなのか。まず最初に確認するのは、こいつを呼び出すコードを書いてみて、それがどうリスをどう扱ってるかっていうのを確認するってところですかね。まあ、それを見てから改めてちょっと再度確認してみましょうか、どうすべきかというのを。深いですね。IL 通信のテストターゲットを書き換えればいいかな。これを書き換えて、今、これですね、ここにこういうのがあるので、こいつをイント、じゃあどうしようかな、ゲットバリューにしましょうか。ゲットバリューに、インスタンスの方に合わせてゲットバリューにします。ディスバリュー2足す1と、まあ今白板で書いたコードほぼそのままで、こんな感じで定義してみますね。これあれだな、スタティック、まあいいか、まあいいや、とりあえずこんな感じで、こいつを呼び出すコードがないといけないので、ここにまた曲がりして1つ作ります。テストコードか書いて、マウス、インスタンスを作るところまでは一緒ですね。こんな感じで作ります。そして、バリュー2に、まあ、同じように、
789みたいに、一旦フィールドに直接値を代入しておきます。で、ここで、まあ、リターン、ちょっと入ってるかな。リザルトイコール、ボゲスさんの、ここが肝心なところですね。ゲットバリュー2を呼び出す。そして、そのリザルトを返す。こんな感じかな。まあ、これ1行で書いてもいいですけどね。分けた方が分かりやすいかもしれないんで一応分けてみました。はい、これをちょっと、このテストコードをビルドしてみます。で、こいつを IL2C で、じゃあ IL スパイで中身を眺めてみましょう。ちょっといろいろあって分かりにくい、一旦全部閉じてもう一回開き直します。はい、で、これの、ホゲ4のテスト5ですね。その前にホゲさん見ますか。あ、ゲットバリューにちゃんと定義されてますね。中身はというと、まずロードアーグ0がありますね。これがディスに相当するんですが、果たしてマネージ参照が入っているのか、値型そのまま入っているのか、ちょっと微妙でわからない。その次に来てるのがロードフィールドなんで、ますますわからないですね。ロードフィールドはマネージ参照が来てもいいし、値型のインスタンスが来ても、どちらでもちゃんと動くようになっているので、なのでちょっとこれを見ただけではよくわからない。で、その後、スタックに1を、プッシュして、アットして、つまりプラス1するんですね。そしてリターンしていると。これちなみにリリースビルドかな、なんかあっさりしてるんで。あ、そうですね。リリースビルドですね。はい。で、テスト5の方を見ると、まず、イニットオブジェをしています。いいですね。で、ロード6A でもう一度、参照を取得して、789をプッシュして、そして ST フィールドで、バリューに2789を入れます。ここまではいいですね。で、ロードロック A してますね。ホゲさん。そして、コール。で、インスタンスメンバー、ゲットバリュー2を呼び出している。つまりこれは、マネージ参照をスタックにプッシュしている。だから、ディスっていうのは、ディス参照と言われているそのもので、つまりマネージ参照が渡ってるんですね。もう一度言うと、ここのロードロック A S でホゲさんに対するマネージ参照をプッシュし、そしてコールしているので、こっちへ来ます。このロードアーグゼロで取得されるのはマネージ参照ですね。で、その参照が示している先の、フィールド、このバリュー2のフィールドに、フィールドから値を取得していると。まあ、大体予想通りですね。なぜかというと、呼び出し元からは、この getValue2 の中で何をしているのかは、JIT コンパイラーは分かるかもしれないけど、この IL の時点では分からないですよね。この getValue2 の中が何をしているのか。ロードだけしてるんだったら、これはマネージ参照じゃなくて、値そのものをプッシュしてても、つじつまあったかもしれないですけども、でもそうではなくって、このゲットバリュー2の中では何をしているのか想定できないので、インスタンスを示すマネージ参照を渡してやるという形になってるわけですね。これ参照を渡してるのは、より正確にはこれが値型だから、バリュータイプだからだと思うんですけど、まあそれはおそらくこれをやった後のそのクラスの方に入っていくと多分わかることかなと思うんで、今はまあそこまで深入りはしないでおきましょう。とにかく、まあ、マネージ参照が渡っているということははっきりしました。ので、これですね。マネージ参照が渡っています。そいつに対して、ロードフィールドバリュー1をやっているということですね。あ、よかった。想像通りです。とすると、ここのシグネチャーの話に戻るんですが、
今マネージ参照はポインターで渡すっていうふうに決めているというか、まあそういう流れでやっているので、なのでここも自動的にポインターポゲのポインターを渡してやる、リストして渡してやるという流れで、よくポインターが渡ってくるってことは、ここですね、ここも、ポインターでいいと、アロー演算子でいいということですね。で、ロズリンはそうだということが分かりました。つまりですね、IL 的には、これが許されるのかですね。マネージ参照ではなくて、値型の値そのままを渡すということがあり得るのかってことなんですが、試したこともないし聞いたこともないからわからないけど、なんとなく CLR 的には問題なく動くんじゃないかという気がする。問題なく動くっていうのは、これを、要するに、なんだ、ロードフィールド A じゃなくてロードフィールドを使って、値型をそのままスタックにプッシュしてコールするっていう流れにしても、コールのところで例外が発生したり、インバリッドプログラムエクセプションとか起きないんじゃないかっていう気がなんとなくします。で、起きないとすると呼び出し先ではどうなるかというと、マネージ参照じゃないので、まあこんなイメージ、値型の値がそのままスタックに入れられて渡ってくる感じになるので、なるような気がするので、もしそうだとここでアロー演算子を使ってはまずいですね。逆に、ドットでアクセスするように、出力してやらないといけないので、ここの中のこの式を出力するところ、より正確にはここの部分かな、ここの部分の式を生成するときに、対象となるこのインスタンスですね、そのフィールドのアクセスなんだけど、そのインスタンス を作るこのインスタンスのところの型が、これが、値型なのか、バリュータイプなのか、それともバイレフマネージ参照なのかによって、ここの式の作り方を変えなきゃいけない可能性があるということですね。こういう感じかな。でもまああるかと言われるとわかんないですね。わかんない。インスタンスメンバーの呼び出しとしては NG のような気はするんですよ、なんとなく。ただこれがあるんですよね、拡張メソッドが。で、ロズリンはおそらく拡張メソッドの時にもここはちゃんとマネージ参照と考えて、で、スタックにプッシュするのをマネージ参照をプッシュするとは思うんですが、でもただの引数だと考えると、つまりこれディスってつけてるのって、要するにエクステンションアトリビュートっていうのがつくかつかないかだけの話なんで、もうそれを削ってしまうと単なるスタティックメソッドの呼び出しですよね。これのここがこのように書かれていたら、つまり普通のスタティックメソッドとして書かれた時に、第一引数が単に構造体をこういうふうに渡すっていうふうになっていたら、そしたらね、これ値渡しだから、なんかロードフィールド A じゃなくてロードフィールドを使うような気はするんですよ。そこから逆説的に考えると、インスタンスメンバーだから必ずロードフィールド A をするんじゃないかっていう気がするんですよね。難しいですね。で、そんなややこしい判定を事細かにチェックしているかというと、CLR はなんとなく僕の勘ではしていなくて、書いたら、書いたなりに動くんじゃないかっていう気はなんとなくしています。というのが、今の話ですね。とりあえず、いや、もしそうだったとしても、もしそうだったとしても、ここの型が変わるので、最悪この式を出すときに、ここをアロー演算子にするか、ピリオドにするのかは、
確定できる。そこでまあ変えようと思えば変えられるので、まあ、今はあの考えずというかロズリンの標準の出力に合わせてここは必ずマネージ参照が渡ってくる。だから、この関数ですね、関数のシグネチャーのディスの部分はポインターで渡せばいいっていうふうに決めてあの出力するようにしましょう。いやー細かいね、細かい。はい、じゃあこれでだいたいどんなコードになりそうなのかっていうことは分かったので、どうするかな、どっから手つけますかね。ちょっともう一回どっから手をつけるか。そうですね、今は、インターナルコンバートの中でスタティックメンバーさあ、じゃあスタティックメソッドだけを抽出してそいつを対象に変換とやってるんですよね。ひょっとするとメソッドインフォを渡していないので、あの変換の中心部分にはつまり、なんだっけな、あのデコードコンテキストか、デコードコンテキストには現在見ているメソッドがスタティックメソッドなのかインスタンスメソッドなのかという情報を渡していないので、まずひょっとしたら何らかの形でその情報が必要になるかもしれないですね。あと考えられるのは何だろうな。スタティックだけを抽出しているやつをインスタンスメソッドも抽出できるようにするってこと。あとはここのシグネチャーの出力ですね。関数のプロトタイプ宣言を生成するユーティリティを書いてるはずなので、そこでこの、 引数ですね、引数の型をちゃんとマネージ参照、いや違うか、インスタンスメンバーだったら、第一引数をディスポインターにするみたいな、なんかそういうのを追加する必要がありますね。呼び出し側はどうかというと、オプコードはコールで変わらない。そして、インスタンスを特定しているのはその手前に挿入されるロードフィールド A とかロードロック A とか、まあとにかくなんかそのマネージ参照がスタックにプッシュされるはずという流れは変わらない。だから、コールが、マネージ参照がプッシュされているっていうことを扱えるようにすればいいですね。今コールのオプコードって、例えばコール、なんか、ホゲ、メソッド、で、ここがトークン、これメソッドトークンになってるんですよね、ここの指定が。でこれ、現状スタティックなメソッドしか対応してないんだけど、インスタンスメソッドの場合も同じコール命令を使います。ということは、オペランドを見てオペランドからそれに対トークンに対応するメソッドインフを取得した後、そいつがインスタンスメソッドを示しているのかスタティックメソッドを示しているのかに応じてスタックからポップ すべき、情報を一つ増やさないといけないですね。インスタンスメソッドの場合は、ディスポインターというかディス参照をスタックから追加でポップする必要がありますね。そこが違うところかな。でそのディス参照が得られたら、そいつに対応する、ゲットバリューを呼び出すみたいなコードを出力する。例えば、OK、
みたいな呼び出しをすると。現状はスタティックメソッドしか対応してないので、ここの部分ないはずですね。ここはスタティックはない、インスタンスにはある。だからそのあたりがあの切り分けされればいいという流れかな。はい、だいたい内容は分かってくる。どっから着手すべきかなみたいな話か。どうしようかな。ちょっと一回、すでに40分経っているのでちょうどいいんで、その、バリュータイプに対する、インスタンスメソッドの呼び出しのデザインは、今回、大体これで把握したというような感じで一旦切って、で次回から実装をしましょうかね。はい、ということで、一旦ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。